さあ今日は磯丸水産でございます。なんかお通しがもう自動で入ってるっぽいですね。多分300円か400円ぐらい。サーモンとブリの漬け丼が800円、900円、1000円の予定だったんですけど、なんかうまくいかなかった。ただこの店、夜でも丼だけ食べに来てたんですけどね、お通しその時どうだったっけな。でこれがうまそう。具だくさんカレー、今減量中なんで食えないんですけど、あ、でも海鮮丼食ってるか。これ食いたいですね。あ、すごい、何も言わないのに水持ってきてくれた。これブリの漬け丼でございます。超うまそう。これはいいですね、いいですね。今日炭水化物食ってないですからね、そういえば。うまい。味噌汁、しらす大根超好きなんですよ。あー、超うまい、うまいぞ。結局お通し代取られませんでした。で見て、黒人がノリノリなんですよ。ここ多いんですよ、黒人が。でですね、で会計が1078円ぐらいかな。で本当にこんな食い方でいいんですかって聞いてたら、いや本当にいいんだって。だからもう遠慮しないでどんどん来てくれって言うんで、もう毎日来ることにしました。というわけでここは2回目ですね。はい。で割合あそこの磯丸水産は空いてるらしくていいんですよ。さっき思いついて、30分前に思いついて予約行けるかなと思ったら予約行けちゃったんですよね。それでちょっと軽く食べに来たというところです。減量中でめっちゃ食ってるように見えますけど、よく見てもらうと分かる通りっていうか、よく見てもらうと分かると思うんですけど、炭水化物食ってないの分かります。そういうことですよ。でも野菜が食いたいですね。野菜のサラダバーがある店探してるんですけど、なかなかないんですよ。西参道の方にですね、ポルクスっていうステーキのチェーン店があって、そこサラダバーがあるんですけど、ちょっと遠くてどうしようかなっていうところでございます。というわけで GoTo イート第何弾だろう、以上になります。この道を通って家まで帰るの嫌なんですけど。